津島の観光お疲れ様です。帰りはこの子小次郎くんで行きますね。やる気ないんですけど、はい、頑張っていこうね。はい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 、行きましょうね。はい、じゃあゆっくりですけれどもね、歩いていきましょう。はい、この子は今年15歳になった男の子です。まあ、人間でいうとこの40のね、前半から中ぐらいで。ゆっくり行くよ。で、隣は一郎です。ややこしいね。一郎と小次郎。よいしょ、ゆっくり行こうね。牛たちはみんなね、右側通行するように教わってるので、今この2頭はずっと前中の方に少しずつですけど、向かっております。そうすると、入り表の方から出てきた子と正面衝突することがないので、この子たちはそれを分かってね、ちゃんと寄ろうとしてくれていますね。小次郎は一番端っこにいたもんですから、今頑張って。ちょっと極端ですけど、寄ろうとしてますね。聞いてたんですけれども、なんとかぶつかんなかったですね。危ない危ない。ごめんね。はい、ごめんね。はい、車間距離を守っていきましょうね。はい、今のはわらび神という曲です。こちらまた開けまして、ます。子守歌なんですけれどもね、ゆるゆると弾いてたつもりですが、めちゃくちゃ緊張してますね。ぶつかるかな、ぶつかるかなってね。なんとかたどり着きそうでございます。小次郎くんはね、私がどんな曲をどのぐらいの尺で弾くかちゃんと分かっているので、さっき右側通行するよって言ったばっかなのにね、左に寄ったでしょ。夢島に帰れないかなーって気持ちがね、ちょっとこっち側に向いてしまってたんですね。でも私が弾き終わるとこう手が空くのが分かっているので、あーやばいわって言って一応コースに戻ろうとはします。めちゃめちゃ賢いところですね。そんなにね、しばいたりしないんですけれども、こんなので叩いたってね、全然痛くないです。なんならこの人たちを私が本気で殴ったら多分こっちの骨が折れますね。それだけこれはもう筋肉隆々でございます。この子たち水牛とは言ってますけど、英語だとウォーターバッファロー。バッファローになっちゃうので、牛さんの飼うとは違いますから、体の作りもね、全く違くなります。よくね、すごい痩せてないって言われるんですけど、この骨が張ってるからね。これでも一個一個骨がめちゃくちゃ重くて、これ全部周りは筋肉なので、脂肪がないですから、このサイズでも800キロ行くか行かないかぐらいはしっかり乗ってます。なので、乳牛たちよりも随分重たいですね。足踏まれたらね、もうびっくりするぐらい痛いし、骨折れちゃうんだけど、この子たち、あんまり避けてくれないのでね、踏まれないように頑張んないといけないところですけれども、小次郎くんは結構いい子なのでね、ちょっと踏みかけたらちゃんと話してくれる。な聞いてないですけどね。じゃあもうちょっとで到着しますね。はい、頑張るよ。頑張れ、頑張れ。
ちょっとだけね、なんか景色が明るくなったような気がしますね。これで湯布島の方向いたら多分結構綺麗だと思いますね。今日は多分ずっとこんな感じだと思います。雨がね降るか降らないかをこう瀬戸際を行くと思うんですけれども、昨日一昨日よりはねずっとマシですから、一回お写真撮っててくださいね。死ぬんじゃないかと思うぐらいね、風吹いて私吹き飛ばされてましたから、一人で飲もうってね。今日はだから風とか全然マシですね。最近で一番なんならあったかいと思います。今多分湯布島の方綺麗だと思う。湯布島もね、今人住んでますけど、11人ぐらいね住んでるので、まああのすごいゆっくりしたいいところです。ホタルはずっと飛んでるし、流れ星も毎日流れるようなところです。でハブがいないんで夜散歩しても大丈夫なので、まあ住みたいなと思ったら、ね、水牛車さえやってもらえれば大丈夫になりますから、ぜひね今募集してますから、なんかいいなと思ったらぜひねまた来てくださいね。おお、だいぶ明るくなりましたね皆さん。はい、ぐるっと回るよ。もうちょっと回ってお願い。後ろ詰まるよ。はい、どうもありがとう。じゃあこの辺で皆さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ後ろの方からゆっくり行きましょう。あ、引かれないように。真正面に忍びて何島ですか。あっち、あれ黒島です。はい、黒島とあっちには荒城かなり島が見えてます。そうそう。